エスパニョールの世界へようこそ。エスパニョール、ボラギノール、スペイノール。それではスペイン国代表レベマ比較をやっていくよ。皆さんどうもこんにちは、ヒカキュンです。本日もイラアプリ2021やっていきたいなと思います。本日はですね、7月5日からやってきたスペイン国代表レベマ比較やっていきたいなと思います。ちょっとね、昨日の動画のボックンさんをオマージュしてみたんですけど、昨日の動画めちゃめちゃ面白いので、まだ見てない方いたらぜひ見てみてください。で、今回もですね、今週一押しのスペイン国代表を見ていきたいなと思います。かなり優秀な選手多いので、このガチャに関しては引くべきガチャになってるんじゃないかなと思います。で、いつも通り僕の評価もつけていくんですけど、これあくまで独断と偏見になるのと、ゲーム内での評価にはなりますので、そのあたり理解していただいた上で、よかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね、エヒオカデヘア選手ですね。はい、デヘア安心安全のオール99カンストということで、ゴールキーパー系能力、身長193センチ、スキルで低弾道ロングスロー持ちってことを考えると、ここに関してはもう完璧なんですよね。ただコンディション安定度がね、5ということで、今のシーコ低環境で混乱後、特にゴールキーパーって考えると、ここは結構マイナスなんじゃないかなと思います。逆に言えばね、混乱以外は超トップクラスなので、それこそドンナルンマ、ノイア、この辺り持ってなければチャンスはあるかなってイメージですかね。で、以前のデヘアと比較すると、これはもう前半後半全員から乗り換え OK だと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、エヒオカフェラントーレス選手ですね。はい、かなり強化度いいですし、ドリブル、スピード、ボリコン、この辺り圧倒的に高くて、全ての数値がレベマで95を超えてきますよね。で、あと注目はですね、スタミナの高さで、結構ウィングストライカーってスタミナ低いイメージあるんですけど、レベマで95乗ること考えると、これなら1試合通して活躍できるスタミナなんじゃないかなと思います。あとはね、身長あってフィジコンも80乗ってきたりしますので、能力面は非常に優秀なんじゃないかなと思います。で、惜しいのはね、スキルとコンディション程度ですかね。特にスキル、ダブルダッチはあるんですけど、軸足当てがあって確定じゃないっていうのが結構残念なんじゃないかなと思います。ただ能力はいいので、スキル追加でシュート系とかつけられると、勝ちスカ近づいてくるのかなって印象ですかね。はい、で、以前のフェラントーレスと比較すると、これはベース強化上がってますので、乗り換え安定ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく A 評価、今日の左サイドバック、ガヤ選手ですよね。はい、ダニオルモと共に今回初登場ということで、僕もね、今週しっかりと最後当てたんですけど、能力ね、割と面白いなと思ってて、95超えの数値がスピチュンスタミナなので、1試合通して走りきれる爆速サイドバックですし、そこにですね、攻守非常にバランスいい能力なんですよね。フィジコンがやっぱり低いので、ここが理由でなかなか使いづらいかもしれないですけど、スキルもね、ルーレット確定にピンクの低弾道なんかありますので、インターセプトなんか追加してあげて、サイドハーフとかで使うのは全然可能性あるかなと思いましたね。割とドミンゲスの左ミッドフィルダーとかもありかなと思いましたので、今週僕も何試合か試してみようかなとは思ってますかね。ただやっぱね、ガチャ動画でも言いましたけど、スペイン国代表は全体的に後半がちょっと不安定なところはありますので、レベマ比較見ると改めてちょっと気になるなとは思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、A プラ評価ということで、まずはファビアン・ルイス選手ですね。いやー、ファビアン・ルイスね、めちゃめちゃ優秀なんですよね。オフェンス8上がり筆頭に強化度抜群で、なんかね、すべての数値が平均以上ってイメージあるんですよ。特に高いのはボルコン、ボールキープ、グラッパーあたりなんですけど、フィジコン、ボリコンも非常に優秀ですし、穴がない能力構成ですよね。で、ここにですね、ダブルタッチ確定のワンパスルパ持ち、豊富なシュート系にインターセプト持ちと、スキル構成も穴がないので、もう穴がないとしか言えないですね。なんか穴がないって連呼しすぎるとちょっとなんかハレンチな感じもしてきますけど、それは置いといて、今回ですね、オフェンス戦トップ強化でオフェンスセンスも92まで来てますので、無印の OMF とかでゴリゴリにいけるんじゃないかなって僕は思ってますね。はい、で、以前のファビアン・ルイスと比較すると、これは過去最強でいいですかね。前回は習慣なんですけど、さすがに乗り換えちゃっていいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次もですね、Aプラ評価、ダニオルモ選手ですね。来ましたね、スペインの若き才能、ライプツィヒ所属なので完全新登場ということで、いやー、彼を当てられる最初で最後のチャンスかもしれないので、皆さんこの機会をお見逃しなくって感じなんですけど、はい、2列目からの飛び出しにスーパーサブという黄金タックに加えて、まずね、スキルがめちゃめちゃ優秀、ダブルタッチ確定のワンパスルパピンクロ、さらにはシュート系もありますので、割とね、2列目としては理想のスキル構成なんじゃないかなと僕は思ってますね。で、能力もね、結構優秀で、もうちょい決定力とフィジコンがあればベストでしたけど、ドリブル瞬発など高いので、突破力は非常に高い上に、
チャンスメイクに関しては抜群ですよね。なのでまあ OMF とかセカンドトップあたりで後半から使ってあげると爆発するんじゃないかなと思います。でこちらがですね2列目からの飛び出しのスパサブ持ちなんですけど、はい、この中でいうと特に瞬発97っていうのはね他選手との大きな差別化になってますし、ドリブル系数値に関してもこうやって見てもトップクラスなので、さっきも言ったように突破力に関しては2列目スパサブの中でも一番ですよね。でさっき言ったねフィジコンなんかも、まあ、コレアがちょっとおかしな数値叩き出してますけど、他選手とは割とどっこいどっこいな感じなので、このあたり見ると結論2列目からのスパサブの中ではトップクラスの選手だなと思いましたね。なので当たった方はぜひ裸になりながらオンチャレで使ってあげてください。ということで次行きましょう。はい、次もですね A プラ評価パウトーレス選手ですね。いやあのさパウトーレスあんまり話題になってない気がするんですけど、間違いなく隠れ大当たり枠だと思ってますね。で先に言うとやっぱりコンディション安定の5っていう不安はあるんですけど、能力がですねマジでセンターバックトップクラスなんですよね。192センチの高身長にディエンス能力とフィジコンは全て95超えてきますし、そこにですねスピード瞬発や足元も平均レベルは余裕で超えてきますので、身長を含めたですねセンターバックとしての完成度っていうのはこれ随一のものがあるんじゃないかなと思います。まあインターセプトだけねあのスキル追加してあげればスキルの不安要素も消えますし、この選手に関しては余裕で大当たりだと思ってますよね。でさらにですねこの比較見ていくとより強さ見えてくるんですけど、いやめちゃめちゃ優秀じゃない。もう足元系に関してはルーベンよりも高くほぼトップ数値取れてますし、ここにですねディエンス能力、スピード、フィジコン、空中戦全てで引けを取らない能力ありますので、いやこれ本当に強いと思ってますね。まあこれでコンディション定の7とかだったらマジで即ガチスカレベルだったなと思ってますね。考案後でも十分ガチスカれる能力だと思うんですけど、まあちょっと調子の部分は不安なので、まあそれこそねレジェンドとかアイコニックをサブに置いたりとか、まあそういったところでうまく工夫してあげてください。で最後に以前のパウトーレスとの比較なんですけど、まあ1回目からはですね見違えるレベルで強くなってますし、まあ丸2からも乗り換えでいいと思いますので、はいどちらからも乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。はい、A プラ評価最後はですねモラタ選手ですね。まあこのガチャ大当たり2トップはモラタロドリになると思うんですけど、今回スピード超絶強化のモラタがやってきたんですよね。てかね強化度めちゃめちゃ高いなと思ってますので、これはちょっとバグ強を上げちゃっていいんじゃないかなと思います。まあ使ってみればわかりますけど、スパサブモラタは本当に理不尽ですね。でしかもですね今回スピード最速の98まで上がってきてますので、まあ今までにない速いモラタを体験できると思いますし、まあスパサブ状態の数値見てもらえばわかりますけど、もう強いの一言ですね。であとはですねスキル追加でさらに強くできるので、まあおすすめはワンパとダブルタッチですかね。まあスルーパスとかもありっちゃありですけど、やはりワンパかダブルタッチのどっちかつけられるとより理不尽感増してくるんじゃないかなと思います。でこちらがですねスパサブ持ちのラインブレーカーでの比較なんですけど、いやこれ見るたびにさ通常のホーランドがおかしすぎて FP ホーランド出てきたらどうなっちゃうんだろうっていうちょっと恐怖心にも駆られるんですけど、まあスピード瞬発やですねフィジコンなどはトップレベルな上にヘディングがですね圧倒的に高くて全体的に大きな欠点もないって感じですかね。まあ、特にですねこうやってトップクラスのスパサブライブレで比較した時にヘディングの強さっていうのは顕著に見えてきますので、まあ、それこそサイドにクロス上手い選手入れてガンガンクロス上げるっていうのもねモラタを起用した時には結構有効なのかなとは思いましたね。あれ最後に以前のモラタとの比較で言うと、まあ、前半は全部乗り換えで丸5も乗り換えだと思うんですけど、丸4これどうすかね。これ正直僕だったら乗り換えしないかなと思ってて、まあ、スピードの強化はいいんですけど、ドリブルとですねオフェンスセンスが前回は大台超えてますので、マジで好みですけど僕は丸4に関してはそのまま使うかなとは思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、本日最後 S 評価ロドリ選手ですね。僕もですねガチスカで愛用中のロドリさんなんですけど、いやなんすかこの強化度、もう完全なるバグ強で驚きは隠せないんですけど、いやマジでこのロドリに関しては当てた人羨ましいですね。はい、完璧なスタミナ、ディフェンス能力に加えてパス系もともに95突破ということで、まあワンパスルパもありますので、奪った後の展開力でいうと、まあ、アンカーの中ではブスケツと並んでトップクラスですかね。さらにですねスピード瞬発やフィジコンもある程度ありますので、欠点がなく完成されたアンカーですよね。であとねやっぱロドリーのはコンディション安定度ですね。まあ僕アンカーめっちゃ使ってるか分かるんですけど、結構考案不安な選手多いので、その中での考案6っていうのは結構信頼できるんじゃないかなと思います。まあ風見ろ持ってないっていうのもあるんですけどね。
で、こちらがですね、アンカーでの比較ですね。はい、パス系とですね、リエンス能力は圧巻の数値で、まあ、特にパス系に関しては、他アンカーとは3段階ぐらい違う次元にいるなって感じはありますよね。まあ、強いて言えばスピードが90乗ってたら神でしたけど、まあ、身長面のアドバンテージなども含めて、非常に完成度高いですし、こちらがですね、ジューベルト・シューガとの比較になるんですけど、いやー、これ見るとやっぱロドリ優秀ですよね。正直ですね、補正あってもロドリの方が全然強いかなと思ってて、パス系ディエンス能力が補正ありのシューバーよりも高いので、まあこのね B 固定の安定性以外はロドリの圧勝でいいんじゃないかなと思います。なのでこの比較を見るとね、ロドリがいかにぶっ壊れてるかっていうのが分かってくるんじゃないかなと思います。で、最後に以前のロドリとの比較なんですけど、まあこれは乗り換え一択ですかね。強くなりすぎドスコイパイナポーって感じなので、ぜひ乗り換えちゃってください。ということで、今回スペイン国代表一気に比較させていただきました。やっぱりね、モナタとかパウトーレスもいいんですけど、なんだかんだロドリがめちゃめちゃ欲しかったなっていうのがこの動画見て思いましたね。いいな、参考になったなと思ったらぜひ高評価チャンネル登録でお会いしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。この後ポルトガルの比較も上げていきますので、必ず絶対おそらく多分見てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。